はマックスマスターズクラスです。周回数は10周。それではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ボールポジションからスタートしますのはカーナンバー6番ディスプレイフルウィズヒーローズ西浦徹。今日も西浦さん絶好調、ポールから逃げることができるでしょうか。セカンドカーナンバー71番トリプル K 加藤雅則、昨日のウィナー。3番手85番サーティーズレーシング山本一平。4番グリッド55番ヒーローズ岡本淳二。5番グリッド46番、今日期待ですね、ティームグローバル綾部和正。6番グリッド66番ケンテックイズピーターパン中本幸三。以上がトップ6。エイカー24番キムハンギュ、82番カエリヤマ陽一。昨日不調でしたカエリヤマ、今日は復活なるか。9番グリッド11番ビッグアンダー。そして88番ベナード・ジュリアン、ここまでがトップ10となっています。11番手からは21番長田和美、27番浜田隆明、17番昨日の4位高木真一、41番岸本慎介、今日の参戦ですね、今日だけですね。15番手81番杉山健吾、そして8番中島康彦、33番長谷学、10番上岡正雄、26番林博之、54番柳永明、ここまでが20番手。21番手からは72番夏目道夫、28番上田武彦、22番下地克也、19番三田村信弘、そして14番の新藤翔太。以上のドライバーですが、25台いるはずなんですけど、今カーナンバー54番柳永明が出ていないという情報が入ってきましたね。20番グリッドです。後方の20番グリッド柳永ですが、これは今この状態でスタート切られますと予選ヒート1は DNS ということになりますが、さあスタートはどうでしょうか。ホームストレート西浦か加藤かスタート切られました。さあ西浦いいスタートを切っていた岡本淳二もそこについていきたいというところですけれども、アウト側から加藤雅則も立ち上がってきています。2コーナー3コーナー大きな混乱はありません。まずは西浦、続いて加藤、3番手には岡本淳二が上がりまして、4番手に山本一平、5番手なんですけれども、これは中本幸三ですね。5番手中本幸三、6番手のドライバーイン側かなりべったり守っていきましたけれども、これは綾部かな、 PC 6番手は綾部ですね。そしてその後ろにベナード・ジュリアンあたりが来ているかといったところです。その後ろには帰山陽一がつけています。昨日不調でしたけど今日は復活なるかというところ。ホームストレート帰山の後ろにはキムハンギュ、そしてカーナンバー27番の浜田隆明、岡田国民はその後ろ、結構昨日とは違う感じになってますね。さらにその後ろはリンや高木がついています。さあヘアピンのところ3番手4番手入れ替わっていくか。山本一平がレートブレーキングで入っていきました。山本一平3番手に浮上、トップは西浦、2番手には加藤です。ホームストレートオープニング2周終了。うおー、4番手5番手のところかなり接近しておりました。さあこの4番手5番手争い上がってきているのがですね、現在4番手中本幸三、その後ろに岡本、わーその後ろ、あー若干接触ありました。7番手以降が接触ありで順位の方が結構入れ替わっていきましたね。そしてその中で杉山健吾もタイムトライアルがですね、絶不調の15番手だったんですけど上がってきているのが見えます。さあトップ6ぐらいまでは先ほどね、5コーナー綺麗にクリアしてきたんですけども、7番手以降が大きく変わっていきましたので、7番手以降をお伝えいたしましょう。3周終了、4周目、7番手ペナード・ジュリアン、8番手キム・ハンギュ、9番手長田和美、10番手にはリン・カーター、11番手に杉山健吾、12番手に帰山陽一の後ろからは高木慎一がピタッとつけていますね。その後ろ順位入れ替わりましたね。これは岸本慎介が上がってきた、この辺もちょっと変わってきておりますが、さあカーナンバー8番の中島が、あこれ中島さんか、中島さんかな、14番手
さあ昨日ね止まってしまった中島さんもぜひとも頑張っていただきたいと思います。その後ろにカーナンバー41番の岸本、そして浜田と続いております。ホームストレート4周終了です。競り合っているのは4番手5番手さあ中本幸三に対しまして岡本が飛び込んでまいりまして、ワンポジションのアップ、4番手争い後ろの綾部まで3台が一段となりました。その後ろなんですけども、カーナンバー88番ベナードジュリアンの後ろ、長田和美タコツボインサイド飛び込む、長田ワンポジションのアップ、第2集団のトップに立ってきました。これで7番手、そして4番手5番手争いは相変わらずかなりの接近戦で緊迫の状況となっています。現在トップ集団が6台、その後ろ7番手争いが4台、そして11番手以降が第3集団となっています。この11番手集団から飛び出してきたのはリンカーターです。2コーナーから3コーナー大きな動きはありませんが、現在10番手を走っていますキムハンギュ、杉山健吾がワンポジションを上げたことでキムハンギュまだ杉山の後ろにピタッとつけるような形となっています。杉山健吾は15番手スタートから持ち前の速さを生かして上がってきました。次のターゲットは前にいるベナード・ジュリアン、バックストレート遠藤インから飛び込んでいきます。上がっちゃった、なんと杉山健吾とベナード・ジュリアン接触があったか、ベナードの方がスピンを切してしまいました。さあこれは杉山健吾ちょっと前に入れる前に来たどうか微妙な感じでしたね。杉山健吾自体は生き残っているんですけれども、そしてペナードも再、ね、スタートを切りましたが、かなりドロップをしてしまいまして20番手までドロップとなりました。さあそして上位陣なんですけれども、西浦、加藤、山本で、ここでですね残り周回数が3周半になりましたので、予選ヒート2のスタンディンググリッドを決めるファーストテストを見ていきたいと思うんですが、現在ファーストテストラップは長田和美が45秒444、長田和美が出しています。長田和美は今日はね、昨日はタイトラトップだったんですけど、今日はタイトラがあまり踏まず11番手からスタートしているんですが、かなりアグレッシブに先ほどから攻めておりまして、現在7番手まで上がってきております。タイムもファーストテストとなっています。前のドライバーを、ね、競ってるんで、これまだチャンスあるんじゃないかなというところ。その他にもですね、セクター1のベストは帰り山陽一、セクター3のベストは加藤正則となっておりますので、現在12番手を走っています帰り山陽一もヒート2では上位からのスタートになるのではないかと予想されます。さあトップ集団なんですけど、6番手7番手が接近中です。6番手綾部和正と7番手長田和美が今最終コーナーから立ち上がってまいりました。テールトゥーノーズ、そしてトップ2もいよいよ捕まえた。さあ加藤正則が今飛び込んでいく。2コーナーから3コーナー、8周終了、9周目、ここで昨日のウィナー加藤正則が前に出てきました。そしてインサイドを守りながら5コーナーヘアピンのブレーキング、そしてその後ろでは6番手7番手争い横並びとなりましたが、これは長田が前です。さあ加藤正則、昨日はレース運びも完璧でした、全てが思うツボという形になりました。加藤バックストレートエンド、今日もその強さを発揮することができるでしょうか。最終コーナーから立ち上がってまいります。これがファイナルラップ。西浦は今週シェイクダウンしたばかりのマシンでまだ戸惑いがあると言っていました。雨には不安を抱えている様子です。ということはこのドライコンディションの間にポイントを稼いでおきたい、これ以上ドロップするわけにはいきません。そして今日ねいいのが3番手の山本一平です。昨日はお兄様方に最後はねちょっとやられちゃった感があるんですけど、今日いいですね。あーそしてタコツボ西浦飛び込んだ、これは入る前だった、狙いすまして飛び込んだ西浦、そのままインターを守っていきます。バックストレートエンド、後ろをちらっと振り返ってここは守らない、これは賢明な選択でしょう。後ろ、おー長田も横並びになっているのが見えるが、ファイナルラップどうか、最終コーナーから立ち上がってきまして戻した、今日は西浦徹の日となるか、予選1ヒートトップチェッカー、
2番手加藤、3番手山本、4番手岡本、5番手中本、6番手には長田、7番手綾部、そして、8番手には杉山、9番手キム、そして10番手のリンカーター、ここまでがトップ10。後ろには今日も、ね、追い上げしてきそうな高木真一、帰り山陽一、岸本慎介、浜田隆明、以下中谷、中島、上田、進藤、林、ペナード、ここまでが上位20位までとなっております。